はないんですよ。アルツハイマー型認知症、血管性の認知症、レビー小体型認知症っていうタイプがあるんですよ。多分ですね、警察の方に問題になるのはこれだと思います。前頭側頭型認知症の人、この人は症状で社会ルールを完全に無視するっていうのがあるんですよ。だから信号青とか関係ないです。信号は青とか赤とか全く関係ないです。行きたくなったら車で行きます。ドーン。これが、前頭側頭型認知症です。今の高齢者、制服の抵抗感が強いんです。で、僕らの考え方たちからちょっとここはですね、もし高齢者を保護する、認知症の人を保護するというところでは、この辺をちょっと頭の中に入れておいてもらうといいのかなと。一層稼ぐ、自尊心を傷つけないというのが結構大事です。他人からおじいちゃんおばあちゃんって言っても、いきなりそこでもう、なんだあんたのじいさんになるんだとか、そんなこう上から言われたみたいな。しかも制服を着てたらですね、勘違いしてですね、本当に怒る人いると思うんですよね。おじいさんおばあさんとかじゃないです。あの、本当奥さんとかね、旦那さんとかでも何でもいいと思うんですけど、ね、おじいさんおばあさんはちょっとマイナスなんですよ。あ、見つかった。こんにちは。どちら行かれるんですか？家に帰る。ね、事故とか増えてるし、一緒に交番の方でね、ちょっとお話聞かせてください。はい。どこの方だろう？あっちだね。あっち、今日どこから来たんですか？家から。家から向こうから歩いてきたけど、お家はあっちなんですね。あっち。一緒にお場所で確認して案内しますんで、一緒に交番行きましょう。ね。いいね。これお茶？本当に。お茶ですよ。大丈夫です。お茶です。お茶ですよ。美味しいね。うん、美味しいですか？よかったです。加藤さんって書いてあるんですけども、加藤さんでいいのかな？お名前。うん。お名前言えます？お名前。体験を通して言うと、一緒に、まあ、休むのに交番に行きましょうとか、そういうような優しく接する警察官ということを改めて学びました。やはりその同じ目線で相手の立場に立ってこうお話しして、少しでも距離を縮められるように、警察官と、まあ、一般人、その信頼関係も築けていけたらなと思っています。おじいさんだったりおばあさんと接触する時の対処方法とか、その人に対するそうですね、自制心とかを傷つけないとか、そういうところが勉強になり、今後の、まあ、実務に役立つかなと思いました。認知症の形態が4形態あるということと、それと認知症の特徴ですね、さらに声のかけ方とかですね、誘導の仕方、そういった細かいところをよく勉強になりまして、これから の保護活動とかさまざまな警察活動の中で生かしていきたいと思ってます。加藤さん、一緒に僕と行きましょう。うん、うん、って言って僕は多分交番に連れて行くかもしれない。